はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで今日は世界初のハイキングスティック三脚っていうのを紹介しようと思っていて、それがねこちらなんですね。じゃんと、これねウランジから発売されたばかりの TT35 っていうね、まあ、これね三脚なんですよ。なんですけれども、これただの三脚ではなくて、ハイキングスティック、まあ、いわゆるこうトレッキングポール代わりにも使える、まあ、三脚ということでね。まあ、これね、一言で言ってしまえばアイデア商品っていうような感じなんですけれども、アウトドアにプラスして、まあ、写真や映像を撮りたいっていう方にはね、これね、ガチでおすすめできる商品なんですよ。僕もね、以前はね、よくね、まあ、アウトドアが好きだったと言いましょうか、まあ、トレッキングとかっていうのが好きだったんですね。で、その際ね、トレッキングポールの扱いっていうのはね、昔からね、いろいろとね、試行錯誤が行われている、まあ、分野ではあったんですね。っていうのも、こう、トレッキングポールっていうのはね、行動中は使うんですけれども、停滞している間ね、まあ、つまりこう歩いていない時っていうのは、完全に荷物状態になるわけなんで、特にこう山登りだとかトレッキングをしている場合っていうのはね、まあ、なるべくね、荷物っていうのは少なくしたいわけなんで、こういうふうにこう、なんだろう、停滞時間の時に使い道がないっていうのが、まあ、結構こうトレッキングポールの弱点っていうふうな感じで、例えばこう著名なアウトドアライターで、ホーボージュンさんっていう方がいて、その人なんかは以前、テント会社と一緒に、ホーボーズネストっていうね、テントの開発っていうのを行っていて、その際なんかにはこのトレッキングポールっていうのをテントのこう前室のね柱として使うみたいな、まあ、そういった形で、まあ停滞中でもトレッキングポールにこう役割を持たせようみたいな、まあ、そういったこう商品とかっていうのもあったんですけれど、今回紹介する TT35 っていうのはまさにこうそういったこう観点から作られているもので、歩いている最中っていうのはトレッキングポールとして使うことができるんですけれども、停滞中はトレッキングポールっていうのが三脚の足になるっていうふうな、そういったこう商品なんですね。でこれね、実際こう使ってみるとね、精度っていうのもね結構高かったんで、今日はこのウランジから発売されたばかりの TT35 を紹介していこうと思います。はい、じゃあ、ね、ちょっとこれ中身ね、これもすでにねこう使っているんですけれども、まあ、どういったものが入っているのかと言いますとですね、こういうふうな感じですね、入っているんですね。こういうふうな形でパカッと中身がね2つにこう分離するような形になっているんですよ。で入っているのは、ここにこう説明書っていうのがあって、ちゃんとこう日本語でも書かれていると。で本体がこちらということなんですね。でこの TT35 っていうのは構成品としては、この足、三脚の足っていうのが3つあります。それとは別にこのミニ三脚っていうのが1つあるんですね。このボールヘッドがついているミニ三脚で、あとはここにケースっていうのも、こういうふうな形でウランジっていうふうな書かれている、まあ、ケースっていうのも入っていて、であとね、ここにアクセサリーというふうな形で六角レンチ、2種類の六角レンチと、あともう1つアダプターっていうのもついているんですね。これもまあ結構重要なものなんで、ちょっと後から紹介するとして、入っているものをね取り出すとこういうふうな感じなんですね。なのでこう感覚としてね、一脚っていうのが3つ入っていて、それとは別にミニ三脚っていうのが入っているというふうな感じなんですね。でこれらがまあマジンガー Z よろしく合体してですね、まあ、三脚になるということなんですよ。でこれさっきも言ったように、こう考え方としては、このトレッキングポールになるこの3つの足っていうのが三脚のそれぞれの足になって、その上にねボールヘッド雲台と一体になっているこのミニ三脚っていうのが合体することによって、まあ、三脚になるというふうな形なんですけれども、これがどういうふうな形で合体できるのかと言いますと、すごくこう簡単なんですね。それぞれのね持ち手のこう先端のところっていうのが、こういうふうな形で取り外し可能なんですね。でこれをね外していくんですよ、それぞれ。これもう全然簡単に取り外せます、ちゃんと。でそれをこのミニ三脚の足のところにこういう風な形で取り付けていくんですよ。こんな感じで、こういう風な形でね、もう簡単でしょ、ものすごく簡単です。これこういう風な形で、そうするとこういう風な形で三脚が出来上がるということなんですね。でしかもこのミニ三脚だったトップの部分っていうのは、さっきも言ったようにこうボールヘッドになっているんで、ここをこういうふうな形ですると、もう三脚なんですよ、三脚。これ結構すごくないですか、これと。まあ言ってしまえばこれがね主要なこうファンクションというふうな形なんですけれども、これ足の部分っていうのもカーボン製でできているため、すごくこう軽量なんですね。この3つのスティックとミニ三脚、このいわゆるこう三脚の完成版ですね、
これで重さっていうのが 1.16kg ということで 1.2kg 切る、それぐらい軽量なんですよ。これめちゃくちゃ軽量です。でこの足の角度なんですけれども、ここの部分で20度と50度で80度というふうな形で3段に足を広げることができて、三脚を使った時の高さっていうのが約145センチということで、この上にこうカメラを乗せるっていうふうになると、だいたいこう成人男性でもちょっとかがめばアイレベルまで持ってこれるような高さまで持ってくることができる、そういったこう三脚なんですね。ただしあくまでこうアウトドア用の三脚ということもあって、強度の面ではね、普通の三脚と比べるとちょっと心もとないところがあって、特にこの足の太さですよね。僕個人的にこういろいろとこうトラベル三脚っていうのは持っているんですけれども、トラベル三脚的な仕様で言うと、足の太さっていうのは最低でも26mm、できればね28ミリぐらいの太さっていうのが欲しいんですけれども、この TT35 っていうのは一番太い足で22ミリで、その次のところが19ミリで、その次が16ミリで、一番細いここの部分になると13ミリなんですね。なので足自体はね、やっぱりどうしてもね細いっていうこともあって、強度の面ではどうしてもいわゆる本職のね三脚と比べると心もとないところがある。でなおかつやっぱりこのねジョイント部分っていうのが増えるっていうこともあって、長時間露光であってもがっちりとホールドしてくれるような安心感っていうのはそこまではないんですけれども、それでもね公式のスペックではボールヘッドの耐荷重っていうのが5キロで、全体としてね推奨の耐荷重っていうのが3キロということなんで、実際こうアウトドアとかで山登りなんかでねカメラを持っていくっていう風になると、こうなるべくこうカメラ機材もね軽いものを選ぶと思うんで、3キロまで持ってくれるんだったらね、ミラーレスカメラと70から200のねズームレンズあたりをつけても、3キロをね超えることっていうのはないかなと思うので、そういったこう比較的な軽量のセッティングであればね、十分にね望遠レンズなんかをつけても使えるという風なモデルなんですね。でこれ実際この三脚っていうのをね外に持ち出してね使ってみている映像っていうのは後からご覧いただこうと思うんですけれども、とりあえずこういう風な形で使用することができるということなんですね。ただしこれ三脚としてね合体させた状態っていうのはこういう風な形で結構ね全長っていうのは長くなってしまうんですね。これ測ってみるとこういう風な感じで75センチぐらいになるんですよ。なのでこう最近のコンパクトなトラベル三脚とかっていう風になると、こう収納時はね40センチ50センチになるようなかなりコンパクトなものっていうのもあるんですけれども、こう三脚として見るとこういう風な形で結構やっぱり大きくなってしまうなんですけれども、これ何度も言うようにこれはここがこういう風な感じで簡単に取り外しができて、このトレッキングポールの長さっていうのが収納時で一番こうコンパクトにしている状態で48センチ、約50センチっていう風な感じなんですね。でこれを全部伸ばすと130センチまでになるということなんですよ。なのでこれ足の部分だけだったらね、例えばこうバックパック の, サイドポケットなんかに挿していてもさほど邪魔にならないということなんですね。でまだねこうファンクションっていうのがいくつかあって、これさっきも紹介したんですけれども、アクセサリーとしてね1個こういう風な形でアクセサリーとして1個ね、でこれどういう風に使うのかっていうと、このトレッキングポールのこの頭の部分にこれこういう風な形でね取り付けることができるんですよ。そうするとここにネジっていうのを拡張することができるので、例えばこう GoPro みたいなアクションカメラであったりだとか、Insta360X4 みたいな360度カメラっていうのをこのトレッキングポールのここの部分に取り付けることができる。そうするとこうね、行動中でも簡単にこう撮影することができるということで、この辺のアクセサリーっていうのも結構気が利いているなというふうな印象です。ただねこれ注意が必要なのは、この4分の1ネジのアダプターっていうのは1個しか入っていないんですよね。個人的にねこれはね1個じゃなくて最低2つは欲しかったなと、1つじゃなくて2つあればねもっとね用途が広がるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これ1個しか入っていないっていうのがちょっと注意ポイントかなというふうに思います。であといわゆるこう三脚でいうところのヘッドの部分にあたる、ミニ三脚なんですけれども、これも結構充実していて、ボールヘッドのところっていうのもアルカスイスに対応しているっていうこともあって、ミラーレスカメラとかっていうのも設置できて、でこの部分っていうのがレバー式へのボールヘッドになってるんですね。この辺のね精度っていうのも決して悪くないです。なのでこうミラーレスカメラなんかでの Vlog 的な自撮りっていうのもできるんですね。でこの足の部分っていうのはさっきも見たように、ここから3段階で
ここでね3段階で広げることができるんで、テーブル三脚としてもこういう風な形で使うことができる。でしかもこうプラスして、この使い方にプラスして、このねヘッドの部分っていうのも実はねここが外れるんですよ、ここがね。ということはですね、1本だけ使うとここにこれを取り付けて、ここにこれを取り付けるとこんな感じで自立式の一脚にもなるんですよ。なのでこれ用途としてはもちろんこう三脚として使用することもできるんですけれども、まあ、ミニ三脚としても使用することができて、でこういうふうな形で自立式の一脚としても使うことができるんですね。ただしこの自立式の一脚として使う場合っていうのはね、例えばこうアイフッテージから発売されている、まあ、コブラシリーズのようにこの足の部分でこう水平っていうのは取ることができないので、あくまでこのねボールヘッドのところでカメラそのものの水平を取るっていうことになるんで、あまりねこう段差が多いようなところでは使えないんですけれども、それでもこういうふうな形で自立式のね一脚としても使うことができる、まあ、ということでね、これほんとね、まあ、なのでこういうふうな形で、まあ、簡単に、でこっからもこういうふうな形でね、まあ、簡単に戻すことができるということ でこれがねウランジ TT35 の特徴なんですけれども、先日ねこの三脚っていうのを外に持ち出してみましたので、実際ねこう外で使ってみるとどういうふうな感じになるのかっていうのをご覧いただこうと思います。はい、じゃあね今これウランジの TT35 こんな感じで手に持って使ってます。見えるかな。でしかもね片一方の方にはこんな感じでねアクションカメラとかっていうのをインストールできるんですよ。なのでこれ ISO360 の X4360 度カメラとかつけると、まあ、かなりいい感じ。ちょっとこれでですね散歩しつつ、ちょっとね山登りとか行く時間はちょっとないんで、いやこれ今こうスティックとして使ってますけれども、強度もちゃんとしてますね。ちゃんとこう地面を捉えている感じで使いやすい。でしかもね、まあ、こんな感じでこの上につけているものっていうのもね使うことができるんで、いい感じいい感じ、全然悪くない。じゃあちょっとこの辺で取り付けてみましょうかね、三脚としてね。これね三脚として使用する際にはもう一つのこれね、これ1個はねだからね必ずしまっとかなきゃいけないんですね。であとここにこのヘッドの部分、これを出します。はい、じゃあね早速今からこれ組み立てていこうと思います。これね1本はねスティックとして使わずにカバンとかに入れておく必要があるんですけれども、取り付けはもうめちゃくちゃ簡単で、これをこんな感じでこのジョイントのところにかましていく。でそれぞれの足も同じようにこういうふうな感じで組み立てて、で足を伸ばせば三脚として完成。こんな感じで、うん、全然問題ないですね。まあ、もちろんねこれね足の部分っていうのはかなり細いんで、なんでしょう、重い機材とかっていうのでね長時間露光とかするっていう風になったら結構厳しいかなとは思うんですけれども、なので実際はこういう風な感じ。まあ、これね足はやっぱりどうしてもこの特にこのジョイントの部分とかっていうのがあることもあって、強度で言うとちょっと心もとなくはあるんですけれども、でもさっきも言ったようにこう三脚ってあるとないとではね全然違うんで、うん、まあ、簡単に取り付けることができると。はい、でこれ回収するのもねめちゃくちゃ簡単で、もうここをさっさっさと外していけば簡単にこのねスティックとこのヘッドの部分っていうのの分離が可能ということで、これはこれでね、まあ、ミニ三脚としても使用できるんで、これ無駄がない三脚としてね登山とかトレッキングではかなりこう使えると思います。はい、ということでやっぱりねこれね刺さる人には間違いなくぶっ刺さるね三脚だと思うんですよ。で特にやっぱり個人的にはね三脚としてももちろんそうなんですけれども、さっき見ていただいたような自立型の一脚としてね使えるっていうのがね結構大きいなというふうな印象だったんですよ。っていうのもねこのトレッキングポール一つっていうのはもちろんね一脚代わりにできるんですけれども、それにやっぱりプラスしてねこういうふうな形で簡単にこう自立式の一脚が作れるっていうのは
これは結構ね、こういったこう使い方っていうのはね、アウトドアなんかで結構活躍してくるのではないかなというふうに思います。というわけで今日はウランジュから発売されたばかりの世界初のハイキングスティック三脚 TT35 を紹介しました。こちらの商品概要欄でリンク先やっておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。というわけでこんな感じでカメラ関連の機材っていうのを日々紹介しておりますので、もし聞いていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもっかげでした。